皆さんこんにちは。今日は農林水産省の消費者の部屋に来てみました。消費者の部屋では今週家庭備蓄の展示を行っています。早速覗いてみましょう。本日は株式会社ブルボンの井上さんに試食の対応でお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日試食対応いただく商品の方をご紹介いただけますでしょうか。まずミネラル塩飴という商品があります。でこちらは熱中症予防声かけプロジェクトに賛同している商品でございます。で、この商品は1キロの商品ですけど、通常は20粒入りの商品が店頭で売られています。こちらについて教えていただけますか。はい、こちらはですね、パラチノース、砂糖と一緒にパラチノースという商品を使っています。中にですね、で普通の砂糖は胃で吸収するのでそこで血糖値が上がるんですが、パラチノースは小腸まで吸収していくのでその分持久性があります。ということで通常の商品よりも長持ちするということで、ローリングストックだったり非常時の災害用だったりの商品としてお使いいただけます。腹持ちがいい商品なんですね。そうです、はい、そうなんです、はい、で今ではですねこの商品10種のビタミンだったり3分の1のカルシウムだったり入ってるんですが、山登りをする人とかがリュックに入れたりこのポケットに入れたり一緒に登っていただいてます。全部で4種類ありまして、こちらのスイートポテト、こちらがこの秋新製品で発売になります。はい、新発売なんですね。はい、ぜひ買っていただきたいと思います。はい、楽しみですね。はい、よろしくお願いします。本日は防災備蓄収納プランナー協会の長柴代表にお越しいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。先生、家庭でですね、備蓄する際に大切なことって何でしょうか。はい、災害時、家族が探さずに誰もがすぐに使える状態に収納しておくことがポイントです。なるほど、はい、今日の展示の中で、はい、自分に伝えたいことって何でしょうか。はい、必要なものというのは実に多いんですけれども、意外とできるものなんですね。分かりやすいグループに分けたりですね、賞味期限をラベリングするなどをすることによってですね、あまり難しく考えずに、日常生活の延長というふうに捉えて進めていただきたいなというふうに思っております。はい、家庭でのですね、備蓄の充実に向けて、はい、最後に一言メッセージをお願いします。はい、日常生活の中で普段使わないものやですね、日頃使っているものをちょっと多めにストックすることで、意外と備蓄というのは始められます。災害から目を背けずにですね、明日をまた生きるために、家族で試食を楽しみながらぜひ、一つずつ備蓄を始めていただきたいと思います。そうですね、楽しみながら実践していただきたいですね。はい、はい、楽しみながらです。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。大塚製薬株式会社の岩崎さんにお越しいただいています。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。本日試食していただいた商品について教えていただけますか。はい、本日はカロリーメイトブランドのブロック、それからゼリータイプを皆様に試食試飲していただきました。カロリーメイトは炭水化物やタンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなどの5大栄養素がしっかりと手軽に取れるバランス栄養食です。ブロックタイプは食欲があるんだけれども食事が取れない時、そんな時にしっかりと噛んで食の楽しさを感じながら食べていただけるものになります。一方ゼリータイプはちょっと食欲がなかったりとか、そういう時にも手軽に体に優しく飲んでいただけるタイプですので、それぞれの、タイミングだったりとか体調によって、しっかりと使い分けていただけるラインナップになっております。職場とかね、ご家庭でこういったものを備えておいていただけるとすごい安心ですよね。そうですね、はい、最後に家庭備蓄の充実に向けて皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、備蓄という面ではそういった地震ですとかそういった震災があった時に、
普段食べ慣れていないものを食べるというのが、まあ、かなりストレスになるということを、私もお聞きしたことがございます。なので、まあ、カロリーメイトであれば、まあ、普段食べている、ものを、まあ、少し在庫を増やして、家に置いておくことで、いざという時にも備えておいてしっかりとした栄養バランスが取れるかなというふうに考えておりますので、まあ、こういったものも活用しながらですね、いざという時に備えていただければ幸いです。食べ慣れたものを備えておくって大事ですよね。はい、そうですね、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。本日は里の雪食品株式会社の吉田さんにお越しいただいております。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。今日試食していただいている商品について教えていただけますか。はい、こちらの四季豆腐を本日はご紹介しているんですけれども、原料は大豆、水、にがりのみで作った、長期保存可能なお豆腐でございます。素材とあと容器に特徴がございまして、まず素材の方ですけれども国産大豆を使用し、あと工場が御殿場にございますので富士山の伏流水を使用した国産にこだわったお豆腐になります。で、容器の方も特殊包材を使用しておりまして、酸素やアルカリなど商品が劣化するような原因となるものを通さないような特殊包材を使って長期保存を可能としております。で、ぜひ長期保存が可能ですので災害時に備えて、冷蔵庫にお一つでも入れていただければと思い今日はご紹介しております。はい、国産大豆を使って長期保存可能ということで素晴らしい商品ですよね。ありがとうございます。それでは最後に家庭備蓄の充実に向けて、はい、一言メッセージをお願いします。お豆腐はですね、畑のお肉と言われるほどタンパク源豊富な食品でございます。災害時にはなかなかタンパク源取ることが難しいかとも思いますので、皆様ぜひ、お一つ冷蔵庫の中に備えていただいて普段のお食事にも使用できますのでぜひお召し上がりください。そうですね、普段使いながら備えていただきたいですね。はい、本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。本日はデイリーストックアクション実行委員会の池上さんにお越しいただいています。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。家庭で備蓄する上で、はい、一番大切なことって何でしょうか。そうですね、お家で備蓄品を買ってきた時にですね、しまい込まないことっていうのが一番大切かなというふうに思っています。はい、例えば冷蔵庫の近くに置くだとか、はい、普段の食生活、普段キッチンに立った時にすぐにこう目につくところに置いて普段から使っていくということが大切かなと思います。はい、はい、なるほど。今日の展示の中で、はい、一番伝えたいことって何でしょうか。そうですね、はい、備蓄っていうとついついこう缶詰とか乾パンというふうにとても日持ちの長いものというふうにイメージする方多いかと思うんですけれども、ご自宅で食べるということを考えるとそこまで長くないものというものも備蓄の対象になってきます。そしてそうですね、開けてすぐ食べるとか、お湯をかけてすぐ食べられるというものじゃなくても、多少のこう調理というものもできるということを考えますと、本当に商品の幅というものが広がってきて、スーパーで奥のものが対象の品になってくるのではないかなと思います。はい。はいはい、それでは最後に、はい、家庭備蓄の充実に向けてメッセージをお願いします。はい。そうですね、毎日例えばお買い物に行って、まあ、新鮮なものを買ってきてというのもとても素敵なことだと思うんですけれども、このような商品を普段から食べるということも防災訓練の一つだと思いますので、手抜きをしちゃったとかそういうふうに思わずに家族の好きなもの、ご自身の好きなものというものを見つけて日々食べていただけたらなと思います。はい、わかりました。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。本日は江崎グリコ株式会社の前田さんにお越しいただいています。本日はどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。早速ですけれども、本日試食いただいている商品について教えてください。はい、こちらビスコ缶と申しまして、5年の保存が可能なビスコとなっています。まあ、保存食とは申しましても、ビタミンであるとかカルシウム、そして乳酸菌、美味しさと健康に気を使ったこのビスコのクオリティというものはそのままに、備蓄として、保存の可能な食品となっているほか、普段使いでも食べられるような、やっぱり災害時にホッとできるような、いつものビスコの味を楽しめるような、そういう商品になっています。
普段の味が食べられるってほっとしますよね。そうですね、やっぱりあの災害時というところに関しまして、やっぱりいつもの食べ慣れたビスコの味をこう食べていただくことで、ちょっと精神的にゆとりを、もしくはほっとするような、そういう気持ちを少しでも、感じていただければあの幸いだと思っております。最後にあのご家庭での備蓄の充実に向けて一言メッセージをお願いします。はい、やはりあの保存食とは申しましても、やっぱり普段使いでもあの食べていただきたいと思っております。まあ、ローリングストックという意味でもこのビスコ普通に美味しく、食べられますので、例えばあの災害時の非常時という時もありますけれども、普段使いで急なお客様がいらっしゃったという時の、まあ、いざという時、まあ、そういうふうな、時にもこのビスコというものは美味しく召し上がっていただきますので、そういった意味で防災そして日常あの両方の、シーンでこのビスコを味わっていただければ非常に嬉しいです。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日は森永乳業株式会社の清水さんにお越しいただいております。本日はどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。早速ですが、本日試食いただいている商品について教えてください。こちらの商品なんですが、弊社のものなんですが、実は日本初の長期常温保存可能なお豆腐となっております。長期常温保存可能ということで、あの非常にあの便利な商品ですよね。はい、はい、あの家庭での備蓄 の, あの充実に向けて、はい、あの一言メッセージをお願いします。そうですね、災害時ですとどうしてもこう糖質に偏りやすい食事になってしまうかと思うんですけども、あの弊社のお豆腐ぜひあのタンパク質が豊富ですので、何かこう地震だったりとか水害があった時にあの栄養バランス崩れてしまうなっていう時にぜひ使っていただければなと思います。あの備えていただきたいですね。はい、はい、お願いいたします。あの本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。農林水産省では食品ストックガイドを作成しました。楽しい、おいしい、使いやすいを合言葉に、お家で食品ストックを始めましょう。